こんにちは。皆さんは今までの人生の中で重要な決断を迫られたことはありますでしょうか？受験でどの学校を受けるか、どんな仕事に就くか、包茎を手術するべきか否か。大なり小なり重要な決断を迫られる場面は誰しもあるかと思われます。しかし我々の人生における選択は間違っていたとしても大抵の場合はやり直しが効きます。今からお話しする出来事は、選択を間違えれば全人類が滅亡してしまうかもしれない、そんな極限状態の中、究極の選択を迫られたある男のストーリーです。時は1983年まで遡ります。この時期は冷戦下、米ソ間の緊張がかなり高まっていた時期。9月26日、ソ連防空軍の中佐スタニスラフ・ペトロフは、その日モスクワ郊外の秘密の観測室で核攻撃総警戒システムの監視に当たっていました。しかし午前0時を過ぎた頃、突然アラーム音が鳴り響きます。なんとアメリカから弾道ミサイルがソ連に向けて発射されたことを探知します。赤いスクリーンがローンチの文字を点滅させます。観測室のメンバーは全員大パニック。ペトロフはパニックになってはならないと声を荒げ、部下を落ち着かせます。そのうちに2回目の警報が鳴り、さらに4発のミサイルが発射されたという内容でした。この警報が事実であれば、ミサイルは30分後にソ連に到達。当時の書記長ユーリ・アンドロポフに核ミサイル発射について通告する時間はすでに15分を切っていました。警告があったことを上層部に報告すれば、報復としてアメリカへミサイル発射が行われ、核戦争が始まってしまい、数億人という犠牲者が出てしまう。地球環境にも多大な影響が出ることは明白でした。最悪の場合、人類が滅亡してしまうかもしれません。もしこれが誤報であれば何もしなくても問題はありませんが、もし誤報でなければ、運よく生き残ってもペトロフは反逆罪に問われることになります。それゆえにこれが本当に事実なのか慎重に判断したいところですが、ダブルチェックを行う時間やアメリカと交渉する時間はありません。当時の心境をペトロフは、座り心地の良かったアームチェアが真っ赤に焼けたフライパンのように感じられ、足に力が入りませんでした。立ち上がることさえできないように感じましたと語っています。まさに人類の運命を一挙に背負ってしまったペトロフ。このような極限状態の中でペトロフはどのような決断を下すのでしょうか？当時のソ連は 35,804 発の核弾頭、アメリカは 23,305 発の核弾頭を保有しており、アメリカへの報復攻撃を発令すれば全面戦争になり、どのような事態を招くのかペトロフは十分に理解していました。しかしじっくり考えている時間はありません。そしてついにペトロフは決断を下します。ペトロフはこのアラームを誤報と判断。ではなぜペトロフは誤報と判断したのでしょうか？ペトロフは米国がソ連に対して先制攻撃を仕掛けることを決定した場合は、最初から大規模な攻撃になるだろうと告げられていました。しかし検出されたミサイルの発射数がたった5発と大幅に少なかったことに疑問を持ちます。さらに爆撃機が飛び立つなど攻撃が差し迫っていることを示すデータもありませんでした。そして何よりペトロフはミサイル探知に関してはソ連の技術的正確さを完全には信頼しておらず、警戒システムは未熟だったと後に述べています。以上のことからペトロフは総合的に判断してこのアラームを誤報と判断。事実このアラームは衛星が雲に反射した太陽光を核ミサイルと誤認したためと後日報告されています。結果的にペトロフのこの素晴らしい判断により核戦争は回避され、一人も犠牲者を出すことなく事なきを得ます。このファインプレーによりペトロフは英雄として称えられるかと思いきや、待っていたのは残酷で理不尽な現実でした。ペトロフの判断は間違っていなかったにもかかわらず、適切な書面で状況を報告しなかったとして激しい尋問を受け罰せられ、その決断が政府から称賛されることはありませんでした。それどころかペトロフは軍内で規定違反を問われて重要度の低い部署に左遷され、早期退役に追い込まれます。そしてこの事件自体も1998年まで15年間秘密にされていました。しかしソ連崩壊後にあるロシアの軍人が公表し、それをドイツの雑誌が取り上げたことから、ペトロフは15年の時を超え、ようやく人類を滅亡の危機から救ったヒーローとして世間に認知されます。2013年には紛争や暴力を停止させた人物を表彰する国際ドレスデン賞が贈られ、2014年にはこの事件を描いたドキュメンタリードラマ、ケビン・コスナーも出演した The Man Who Saved the World が制作されています。しかし当の本人は自分はヒーローでも何でもない、職務を全うしただけと謙虚に語っています。極限状態の中、超人的な判断で核戦争を見事回避し、人類を滅亡の危機から救ったヒーロースタニスラフ・ペトロフ。引退後モスクワ郊外で暮らしていた中、2017年5月19日77歳で静かに息を引き取りました。実はこの事件は人類の歴史上最も核戦争に近づいた事件として後世に語り継がれています。ペトロフの勇敢で素晴らしい判断により我々は今も生きています。我々も究極の選択を迫られた時は
焦らず冷静に考え、ペトロフのようにベストな選択をしていきたいものです。動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。